アナグマ族は、食肉目いた地下に分類される族。ユーラシア大陸、日本体長52から90センチメートル。尾長十11.5から20センチメートル。体重10から16キログラム。オは、体長の1、4以下。背面は灰色。胸部や、獅子の毛衣は脳化色、歯死列は、門子が上下6本。剣子が上下2本。小球子が上下6から8本。 第9子が上は52本、科学4本で、計34から38本。全子の爪は湾曲し発達する。本族を含めた、アメリカアナグマ族、イタチアナグマ族、スカンクアナグマ族、ブタバナアナグマ族で、アナグマ赤を構成する説もあった。2008年に発表されたイタチカの各 DNA や、ミトコンドリア DNA の最大節約法、最優法、ベース法による系統推定では、 ブタバナアナグマ族とのみ単系統群を形成しこの単系統群はアメリカアナグマ族、ラーテル族に次いで分岐した系統だと推定されている。一方で従来のアナグマ赤の単系統制は否定された。この論文ではイタチカ内の赤の復活や再定義も提唱しており、その説に従えば本族とブタバナアナグマ族のみでアナグマ赤メディナイを構成する。 以前はアナグマミリーズミリーズのみで本属を構成していた。2002年に陰形骨の形状からアナグマを三種に分割する説が提唱された。以下の分類、英名は MSW3、和名は暫定的にに従う森林などに生息する。50から100メートルに達する複数の入り口がある。巣穴を主に斜面に掘り生活する。夜行性で、昼間は巣穴の中で休む。 寒冷地に生息する。個体群は陶器になると、巣穴の中で冬ごもりを行う。昆虫、ミミズ、カエル、ハチュウ類、鳥類、小型哺乳類、果実、キノコなどを食べる。繁殖形態は耐性。受精卵の着床が遅延する期間は10ヶ月で、遅延期間を除いた、妊娠期間は6から8週間。2から5月に1回に2から6匹の幼獣を産む。授乳期間は2ヶ月半。 16年2ヶ月の飼育例がある。体毛が筆や絨毯の原料として利用されることもある。日本では本種と狸はムジナという名称で混同されていた。近年は開発による生息地や獲物の減少により生息数は減少している。アナグマいじめとアナグマ県ヨーロッパでは中世から捕獲したアナグマを人工の巣穴に入れて犬と戦わせる。 アナグマいじめというブラッドスポーツが行われていた。イギリスとアイルランドでは、エアデールテリア、ベドリントンテリア、ブルーポール、フォックステリア、グレンオブイマールテリア、シーリハムテリア、ブルテリア、スタッフドシャーブルテリア、ウェルシュテリア、アイリッシュ、ソフトコーテッドウィートンテリア、ケリーブルーテリアなどが北ヨーロッパでは、ダックスフントやバセットハウンドなどが南ヨーロッパでは、 古伝語ポルトゥゲスなどがアナグマ犬として用いられた。1968年まではアイリッシュケンネルクラブはアナグマ犬の素質を認定するチャスタスモールという試験を行っていた。天然のアナグマの巣穴に犬を送り込み5分以内にアナグマと組み付くことができれば合格とされた。アイリッシュテリア、ビートンテリア、ケリーブルーテリアがアイリッシュケンネルクラブのテリア部門でチャンピオンになるには チャスタスモールに合格した認証が不可欠であった。イギリスでは、穴熊いじめは1835年に、犬を使って、巣穴に追い詰めた穴熊を掘り出すバジャーディギングは1973年に、強力な抗原と猟犬と銃を用いて夜間に、穴熊を狩るランピングは2004年の狩猟法によって、違法となった。1992年の穴熊保護法により、 ナチュラルイングランドからの許可を得ずにアナグマを殺すことは違法とされている。にもかかわらず、これらすべてが未だに行われており、1990年の調査では、毎年9000頭のアナグマがバジャーディギングの犠牲になっていると推定されている。しかし、アナグマの最大の人為的シーンは、交通事故である。牛型結核菌キャリアイギリスとアイルランドでは、アナグマが、 牛型結核菌を媒介することが知られている。これらの国では主に牛の畜産業者が中心となって穴熊の駆除を推進しており、穴熊保護団体との摩擦を生んでいる。穴熊の駆除は1970年代から行われており、牛型結核予防に対する穴熊駆除の有効性についての研究も行われているが、未だ結論は出ていない。畜産業者を除けば、イギリスでは、 穴熊は概ね好感を持たれており、穴熊の保護を目的とした団体が多数存在する。穴熊保護団体を統括するのが、バジャートラストである。ありがとうございます。